今日の会議は手短に済んだからもうみんな帰ったぞ。うるさい外野がいなくてちょうどいい。ああ、今日中に片付けたい作業がある。例の男子トイレの吸い殻の件、被疑者候補の割り出しを急がねば。見ての通り定例会の実施は不可能だ。君も帰ってくれて構わない。君も何かと多忙だろう。息抜きも必要だぞ。時間に余裕があるのなら少しだけ昔話に付き合ってくれないか。地位も名誉も学歴もない男は何をよりどころに社会貢献に努めるか真心だとある男に言われたんだ。その男が今どうしているか教えようか。ある報道番組の取材中に女性レポーターが局側の過失の事故で負傷した。不慮の事故として扱えと指示を出したのは上層部のお偉方だったんだが、事実の隠蔽を週刊誌に嗅ぎつけられると局は番組担当の構成作家を担ぎ出した。現場の判断で事実を隠蔽したとね。トカゲの尻尾切りってやつさ。僕に真心と真剣に話してくれた彼は業界から追放。この社会での弱者は強権者の糧も同然だ。真心では綺麗事では勝ち残れない。僕はね、弱者を出さない組織を作りたい。そのためには強権者をも裁くことのできる絶対的な秩序の構築が不可欠なんだ。